エルカチャンネル。まあ今から行くところの話もだったんですけど、その前にもう一個、この間少しだけ聞いた話があるじゃないですか。しれっとアウトレットに行ったでしょ。行きましたよ。どうだったですか。一言で言うならきつかった。大阪の、ね、追突事故が出て、都市高速が8キロ渋滞。行くときに。行くときに。あれ。だからなんかね。やっぱなんか熊本じゃないなっていうのがありますね、そこ。都市高速だから。8キロか、きついな。で、着いたわけですよ。遅れて。1時間余分にかかったのね。よし、じゃあガルフローレン見に行きますか。行った目的は何だったの。ガルフローレンがあるから。そう、ガルフローレン、オフホワイト、モンクレールの3つが取り扱ってるってことで、そのアウトレットに、はい、じゃあ東京に行く前にちょっと行ってみようと思って。はいはい、でも問題ない。まあいいや。行ってみたけども、ガルフローレン閉店いたしましたと。閉店。はい。あ、お店自体はあるのはあったんだ。あるのはあったんですけど、閉店、はい、1時間ぐらい探し回って、見つからずに受付のお姉さんに聞いてみようと。聞いてみたところ、ラルフローレン閉店いたしました。で、オフホワイト、モンクレール、この2つはあります。実際店舗に行って見てみました。その店舗の一部だけ。あ、専門店じゃなくて、なんかのお店の、そう、その中のほんの一部だけだったんで、あらまあと。東京行くしかねえな。それは残念だったね。俺行ったことないからさ、アウトレットのイメージがあまりないんだけど、どうなんですか、いろんなものがあるんですか。ある。だからその食べるところとか、洋服とか、いろいろそんな感じなのかね。どうなの、お店自体がどのくらいあるんだろう。だいぶあるよ。熊本で言うだろう、イオンモール熊本、あれと光の森の夢タウンの広さを足したぐらい。でかいね。で、店舗は240なんだったんですか。あ、こんなにあるんだ。なんか観覧車もありますよ、ね、カップルで行くのも多かったやつで、登っていくやつ。階段まあ通っていくけど、なんだろうね、デコボコしたやつをなんか上がっていくやつ。あ、夏のオリンピックでもあったやつですね。そうそうそう、ボルダリング。あ、そうそう、それもあります。ボルダリングしてみたいな。帰るときに若いお兄さん5人組かな、汗だくで帰ってきましたけど。だってあれきついもん。そうなんだ。なんか結構いいと思います。普通に楽しめますよ、俺以外は。先に自分から言いやがった。いや、でもやっぱみんなね、出かけたいと思うよ。出かけたいよ。泊まりがけでっていうか、旅行とかはできないかもしれんよ。でもなんかちょっと遠出することはあるでしょ。あれよ、俺が、ね、当時東京に行けて。ええ皆さん動画見てくださいね。いや、俺納得してないと思うよ。多分文句しか言ってないはずだよ。満場一致したと思ったよ。半ば強制的に満場一致じゃないかな。東京行ってもいい人って言ったらみんな手挙げたよ。あ、面白いかなと思って。貨物に紛れ込んでから行くなら大丈夫。あ、大丈夫大丈夫、しれっと入っていけるし。それでいいか。